佐藤翔太郎から1954年4月29日は、明治後期から昭和前期の農業経営者、実業家、政治家、衆議院議員、福島県岩木郡、神谷村長、旧姓、渡辺、横山、道の区国岩木郡泉崎村で、庄屋、渡辺一十郎の三男として生まれる。同郡大野村の横山家の養子となるが、 事情により1884年同軍、神谷村大浅中、神谷の農業、酒造業、佐藤昌三郎の養子となる、大野小学校を経て、神谷小学校を卒業。平中学校に進むが、同校が、郡山中学校と合併して、廃校となり中退。同軍平久保村、室直海のマスネ塾に入り、漢学を学んだ。 1898年家督を相続し、家業の農業、酒造業を営む。18歳で自由民権運動に加わり、24歳で神谷村会議員に選出された。岩木軍連合組合長村会議員、岩木軍会議員、平町会議員などを務めた。1915年福島県会議員に選出され、同県政調査会特別委員会長にも在任。また、 立憲声優会福島支部常任幹事、同支部幹事長、声優会本部党務委員なども歴任した。1932年2月、第18回衆議院議員総選挙で当選し、衆議院議員に一期在任した。実業会では、1912年表信託を設立して支配人に就任。その他、吉島政治取締役、平良光監査役、 東海炭鉱取締役、ただみが電気取締役、いわき木材取締役、平電力監査役、東武信託監査役などを務めた。1936年、神谷村長に就任して2期10年間在任し、農業会長、産業組合長、健康保険組合長も兼務して、村政の発展のため日夜尽力した。ありがとうございます。